どうも、オナです。私はですね、今大阪の本町に来ております。まあ、今回こちらのですね、ホテルにですね、宿泊する予定なんですけども、こちらですね、コートヤードバイマリオット大阪本町ということですね。今回ですね、こちら予約しておりまして、私ね、今回ちょっとね、マリオットのですね、プラチナチャレンジ、こちらにですね、まあ、エントリーしておりますので、ちょっとプラチナ修行をですね、ちょっと始めてみようかと思っております。ということで早速なんですけども、今からですね、こちらにですね、チェックインしてみたいと思います。ということで、もう4時前になりますのでね、はい、チェックインできると思うので、中に入りましょう。はい、とりあえずチェックインできました。こちらがフロントになっておりました。あ、ではやっぱ外資系だけあって、さすが天井が高くていい感じですね。あ、こんなビジネスカフェみたいなのがあるんだ。軽いこうラウンジ的な感じですね。ここは残念ながらちょっと私は今回ちょっと利用することができません。今回はですね、17階まで客室があるみたいなんですけれども、14階のお部屋となっております。でこちらはですね、スパ、まあ、大浴場ですね、珍しい外資系のマリオット系列のホテルで、地下にフィットネスセンターとかもあるみたいですね。こちらのお部屋になります。早速なんですけど中に入ろうかと思います。ああ、めちゃめちゃ綺麗だな。いいな、うん。こちらが今回のお部屋になります。もう本当に一人で泊まるには十分すぎるぐらい、夫婦でも泊まれるような空間ですね。ちょっと赤ちゃんいるとちょっと狭いかもしれないです。でもこんな風にでかいテレビもありまして。お、いいですね。コートヤードバイマリオット大阪本町ということで、まあ、以前からちょっと泊まってみたかったホテルの一つなので、今回ちょっと泊まることができて非常に嬉しく思います。はい、アルコール除菌シートとかもありまして、逆から見るとこんな感じでございます。それで水もついておりまして、ありがとうございます。眺望はこんな感じ、はい、まあ、高速道路ビューって感じですけれども、そう、まあちょっと音はしますけど全然気になることはないですね。目の前にはクレタケインってまた別のホテルがありますね。お風呂の方も見ていこうかと思います。ここにこうパジャマとかですね。ふっと、綺麗でいいですね。ピカピカホテルってテンション上がりますね。ということで、どうもこんにちは、小野田です。はい。アメニティは、こんな感じでね、歯ブラシとかヒゲ剃りとかもあっていい感じです。それでレインシャワーもありまして、ここはボトルタイプ。最近外資系のねホテルは、まあ環境とか考えて結構ね、ボトルのやつとかも。ね、本当に5つ星ホテルとかでもあったりして、ね、まあね、まあ、いろいろ考え方あると思うんですけども、やっぱりまあでもね、ね、持ち帰ってもいいようなタイプのものだとよりテンション上がりますけど、まあでも ね結構使わなかったりするんで、まあ行ったのもいいのかなっていうふうに思ったりもしますけども、まあこんな風に和を感じさせるようなのかな、うん、まあ、インバウンドで来られるお客さんのことっていうのもですね、考慮されてるようなです、ね、ホテルと思います。とりあえずはここでねゆっくりしようかと思います。はい、美味しいですね、コーヒー。ということで、ね、ちょっと今回、まあ、プラチナチャレンジしてみるということですね。まあ、過去に私ダブルホテルとか、まあ、いろいろですね、まあ、泊まって、まあね、プラチナステータスですみたいなドヤ顔で、まあ、ちょっと言ってたんですけれども、まあ、昔から私のね動画をですね見てくださってる方ならご存知の方もいると思うんですけど、実は私自身がプラチナステータスではないんですよね。妻がプラチナステータスなんで、実はね、なのでいつもね、私は妻にね、お供としてそういったプラチナステータスの特典をですね利用させていただいているという意味になるんですよね。まあ私自身はじゃあステータス何なのかっていうとですね、まあ一応ゴールドにはなるんですよね。まあ SPG アメックスとか、あとね、アメックスプラチナの特典で、まあゴールドがついているということで、まあそれで過去にもでも動画で紹介したことあると思うんですけども、まあゴールドとプラチナ、まあステータス自体はなんかどっちも高そうに見えますけども、まあここね大きな壁がありまして、ラウンジにプラチナと入れて朝食も素泊まりで予約してもまあ無料になるっていうですね、
あのところがあって、もうプラチナめちゃめちゃお得感があるんですよね。まあレイトチェックアウトもゴールだと2時まで、あのね、プラチナと4時までということで、うん、まあ SP ジャーメックスカードもね、あの相変わらずコスパのいいカードですごい人気のね、まあカードとなっておりますけれども、まあ SP ジャーメックスカードでもらえるのはあくまでもゴールドステータスということで、ちょっとそこだけなんですね、皆さんにあの知っていただきたいなというふうに思っております。ただね、ここあのプラチナステータス持ってない方にもですね、朗報なんですけれども、今ですね、あのプラチナチャレンジというか、まあ昔から定期的にねやってて、実は妻もですねプラチナチャレンジに達成してプラチナステータスゲットしたんですけれども、こちらね、あの定期的にキャンペーンっていうのをやっておりまして、あの3ヶ月エントリーをして、あの3ヶ月以内にですね、あの16泊すればですね、まあ、いきなりこうプラチナステータスを1年間ですね、あの与えますよみたいなね、あのキャンペーンをですねやっていたり、まあいろいろ条件はね変わったりとかするんですけれども、あの今ですね、そのようなキャンペーンをですね実はやっております。まあ、それで私もね、まあちょっとね、あの妻と一緒に基本的にはですね、マリオットとか、まあいいホテル泊まる場合はですね一緒なんで、ステータスね別に持ってなくて問題なかったんですけど、まあちょっと今後ね、まあ一人であの動くことも増えるかもしれないんでね、ちょっと今回、まあ、私もですねプラチナちょっと目指してみようかなと思ってですね、まあ、今回ですね、あのこちらにあのやってまいりました。こちらの大阪本町にあるですねコートヤードに関しては、だいたい素泊まりで1泊あの8000円弱であの泊まることができますので、それで今回ちょっと私はね、あの朝食付き、まあ、ゴールドなんで朝食はついてないんで朝食付きにしたんですけども、それでも9000円弱とかそれぐらいですね予約できるですね、まあ、マリオット本当に今あの日本にたくさんあのあります。それで、まあ、もちろんリッツカールトンとかね、ウエスティンとかシェラトンとか、すごいあの敷居の高いあの、ね、マリオットもですね、あのありますけれども、あのお手頃なマリオット、コートヤード、まあお手頃って言ってもコートヤードでもめちゃめちゃいいホテルですよね。あとは他にもモクシーとかね、あとフェアフィールドとか、まあ結構お手軽なですねマリオットっていうのは増えてきております。まあそういったところで16泊滞在して達成させるっていう方がですね、結構最近ね、あの多く、あの特に、まあ、あの海外にも行けないということは、あのね、まあ、こうやって国内にもたくさん新しいホテルもできてるんで、ちょっとねマリオットのプラチナステータス狙ってみようかみたいなね、あの方がですね、まあ多くてですね、ちょっと私もですね、まあ単独でちょっと今回ですね目指してみようかなと思ってまして、あのエントリー、はい、実はですね先日電話でいたしました。あ、すいません、あのプラチナチャレンジにエントリーしたいと思って電話したんですけれども。あ、はい、ありがとうございます。はい、します。はい、ということで、あのマリオットの、ね、プラチナチャレンジエントリーしました。頑張るしかないで、頑張ってくださいねみたいな感じで言われたんで、ね、マリオットとしてもぜひなってほしいということなんでしょうね。ではちょっと頑張ります。はい、で一応条件をですね、あの説明いたしますと、あの過去にあの一度でもあのマリオット系列のホテルに泊まったことがある方だからね、あのマリオットのアプリあると思うんですけど、そこに履歴が残ってるっていうですね、あの必要があります。それであの別にあのゴールドステータス持ってなくても、あの、ね、ノーマルでもシルバーでもあの対象となります。まあ、それで過去にあのマリオットのプラチナチャレンジにあの1年間エントリーしてない方かな、ちょっとこれはごめんなさい、あのオペレーターの方に詳しくちょっと聞いてほしいんですが、確かその条件もあったはずです。まあ申し込みはですね、まあ、概要欄に一応電話番号を書いておきますけれども、あの そこにですね、まあ、問い合わせでエントリーした方がですね、まあね、あの3ヶ月でですね、まあ、16泊あの達成できればですね、あのプラチナステータスがですねもらえるというものでございまして、一応3ヶ月とは言ってるんですけれども、あの私は6月からですね始めたので、6月7月8月9月末までに、はい、あの16泊ですねすればですね、まあ、達成ということで、ちょっとこちら、まあ、達成できるか分かんないですけども、ちょっとね頑張ってみようかなというふうに思っております。一応対象外のところもあるんです。ニセコにあるリッツカールトンは対象外になるんですけれども、それ以外は確か日本はあの実績になるので、まあ、こういったお手頃なホテルに泊まって、まあ、修行するっていう方もですね、結構ね多分いらっしゃるんじゃないかなって日にね、あの思ったりといたしております。関西近辺にお住まいの方はですね強いと思います。あのこちらのですね本町も1泊8000円ぐらいでなかなかないと思うんで、あのまあで、あのマリオットの中でもいろいろなアプリに調べてもらえば分かると思うんですけど、8000円はですねマリオットの中でもかなり安い部類になれますし、あとは他はあのモクシーね、あのね新梅田とかありますけれども、あそこもなかなかあのお手頃にですね泊まれると思います。あとはあのフェアフィールド、結構、ね、最近道の駅にちょっと私も行きたいなと思ってたんですけど、まだ行けてないんですけども、あの道の駅にねフェアフィールドたくさんできてるんで、意外とあの皆さんのお住まいの近くにですねマリオット系列ホテルあるかもしれないです。そういったところにですね、まあ、ちょっと長期滞在という形で、まああの何て言いますか、一泊一泊すると結構大変っていうところもあるんで、もう思い切ってね、あのこう自分の憧れの地
地域に長期滞在、まあ、半月ぐらいもう16泊すればねもうそれだけでプラチナ達成になるんで、なんかそういった、ね、感じで狙うのもねあのいいんじゃないかなっていうふうにね思ってた、私は今回ちょっと一泊なんですけども、あの思ってたりもします。あとは函館にある4ポイントバイシェラトンですね、あのこちらもですね結構 お手軽8000円とか6年多分それぐらいであの出ているはずです。なので函館にね、まあ、半月住んでみたらもうプラチナステータスゲット、あとは、まあ、マリオットとかウエスティンとかそういったところにまあこうねあの家族と、まあ、恋人と、まあ、両親と行ったり、まあ、友達とも全然いいんですけども、ね、あの行ってちょっとこうね私プラチナステータスだからちょっとラウンジとか入れるんだよねみたいな感じでちょっとやるのも、まあ、いいんじゃないかなというふうに思ったりもいたしております。ステータスに興味ある方はですねぜひこの機会にですね狙ってみてはどうでしょうか。詳しくはですねあの概要欄にあの貼っときますのでよかったらですね見ていただければと思います。一緒に修行しませんか。ハイアットも今はですねあのグローバリストっていうですねあのステータス本当はねこう60泊必要なのが、ね、今年に関しては30泊でいいですよとかねあの、まあ、実質ダブルスコアですねあのが稼げるようなですねもうなってたりするので、まああのね外資系の航空会社とか、まあ、ANA のねポイント2倍とかやってたりしますけれども、まああのねまあそういったステータスっていうところがですね結構緩かったりあのするので、まあちょっとねあのこのような状況なので動きづらいっていうところあるかもしれないんですけども、あのホテルとかまあ航空会社もですね、まあね感染症対策っていうのもしっかりしてますので、まあぜひねあの皆さんでちょっと考えて動いてみるっていうのもですねいいとは思います。よく考えてみて お腹も結構減ってて結構もういい時間にはなりますので、ね、ちょっと晩ご飯からちょっと早いんですけどもいただきたいと思います。まあ部屋でねもちろん食べるのもいいんですけど、やっぱまあホテルコートヤードといえども結構やっぱ食事を部屋で食べたりレストラン食べたりしようと思ったらねあのお金はそれなりにかかりますということで、まあ出来上げやすく済ませようと思ったらこんな感じでサイゼリアということで、ちょっとサイゼリアでこちらめっちゃ近いところあったんでいただこうかと思います。ではもう入りましょうか。はい、めちゃめちゃサイゼリア安いな、うん、しかもなんかこういったラム肉気になるけど、ね、これもうないらしいです。ラムのラムステーキ、あーもうミラノフードリアだけじゃなくていろいろなんか最近は、ね、甘辛チキンとかありますね。あすごい、ちょっとねこのプレートが2枚あるってめちゃめちゃあの、ね、見た目としては悪いですね、悪いですけど、ちょっとまあサイゼリア合流させていただきますということで、サラダとムール貝と、はい、でっかいチキンということで、これで1350円ですかね、すごい。はい、こちらちょっといただきます。海産肉サラダ、めっちゃバランスいいんじゃないですか。よし、結構サラダでボリュームあるな。お肉、でっかいフライドチキンみたいな感じですね。骨があるんで若干ねあのフォークとナイフじゃ食べづらいですけど美味しいですね。これで600円は安いと思います。皮が美味しい。修行するにあたっては食事は関係ないんでホテルで取らないといけないとかそんなことはないんで、まあ、こうやって、まあ、外で食べるのもねいいですよね。まあ私は大阪住んでるんであれですけど、まあ、大阪でも、ね、お好み焼きとか美味しいものを食べるのもいいと思います。旅行で来たのであればということでゆっくりいただきます。サイゼリア美味しくいただきました。まあ、ちょっとねここら辺ブラブラして、まあ、本町っていうと、まあ、オフィス街なイメージで、まあ、そんなに中があるっていうわけではないような、ね、お店とかがたくさんあるんですけどもね、うん、まあ、ちょっとここら辺散歩しながらまたホテルに戻りたいと思います。フィットネスセンター見てみようかと思いますけど、あ、こちらになるんですね。今鍵を借りたので開けてみましょう。広いですね。もうびっくり。もっとちっちゃいかなと思ってたんですけど、結構本格的な、ね、これあれば何個もできますし、ダンベルもありますし、ランニングマシンあったりするんで、
、まあ、せっかくなんでちょっとお借りしたんで、まあ、頑張ろうかと思います。結構マリオット系のホテルは基本的にはもうジムねありますので、うん、モクシーもコートやありますんで、まあ、ぜひもし修行される方がいるのであれば、うん、こういったところでちょっと運動してみるっていうのもいいと思います、まあ、僕が言うなんて話ですけど最近はちょっとライザップとかもねやってたりしますからね。まあちょっと2階にある大浴場もやってきたので、はい、こちらちょっと入ろうかと思います。本当珍しいですね、マリオット系列大浴場があるって。では行ってきます。それではもう外はねちょっと真っ暗でございますけれども、お風呂大浴場入ってきました。そんなにね広くはないんで、他の人がいたらね狭いなみたいな正直思うと思います、まあ、なのでちょっと早めの時間帯とか使うのがいいと思います。結構半露天みたいなところもあって本格的でめちゃめちゃ綺麗だったんで、うん、そこら辺はね人がいなければ最高です。私の時は一人いらっしゃったんですけど、まあそのね露天風呂スペースの中の内湯っていう感じで使えたんでゆっくりすることができました。こんな風にパジャマはワンピースタイプのものですね。まだ寝るまでにはちょっと早いんで、うん、ゆっくりお部屋でもう今日は過ごそうかなという風に思います。はい、コートヤード、うん、いいですね。綺麗、まあ、シティホテルレベルだと思うんですけども、かなり快適に過ごさせていただいております。まあ、それ大体同じ料金帯でモクシー、ね、ありますけれども、私は個人的にはモクシーよりもコートヤード派ですね。それで、まあ、コートヤードも、ね、多分いろいろあるとは思うんですけどもね、新大阪はだいぶ前からありますけれども、あそこはねそのラウンジとかもあったりして、まあ、ここは新しくできたね、コートヤードでございますね。あ、ということで、じゃあ歯磨きしましょうか。よし、じゃあ寝るか。ほう、おっ、ああでかい。このベッドはいいですね。基本的には海外のマリオットって1人も2人も料金は変わんないんでね、うん、2人でまあね滞在するならばお得なんですけども、なんか日本の場合だとなんかここのコートヤードもそうなんですけど、1人の値段と2人の値段だとね1人の方が若干なんですけども安かったりするんですよね。なのでまあ1人で修行されるのもいいと思うし、もちろんなんかね誰かパートナーとかいるのであれば2人でね過ごすのがいいのかなっていうふうには思います。ではもう今日はおやすみなさいませ。はい、ではおはようございます。一人で枕4つ使っちゃってそう抱き枕ねちょっとあったらすごくよく眠れるんで、枕ね一つしかないところだとすごい寝るの苦手なんですけども、ここはもうねベッドふかふかでよく寝ましたね。ということで朝8時でございます。もう外もねこんな感じで軽く開けてめっちゃ光入ってて、やっぱ火の入りが半端ないです。今回はですね、まあ、朝食付きのプランをですね最初から予約してるので、まあ、プラチナ会員であればねこれが無料になるんですけども、まあね食べなくてもいいかなと思ったんですけども、ね、せっかくまあねこうやってホテルレビューしてるんで、まあ、朝食ぐらいレビューしろよというですねお声もあるのかなと思いまして、ちょっと今回まあ自分自身もちろんね気になるっていうとか、まあ、お腹空いてたりとかあるんですけども、まあ、プラス2000円弱とかですかね、うん、そんな感じで撮りましたんで、じゃあちょっと今から向かいたいと思います。はい、エレベーターがね結構高層階での終わりには2機しかないんでね、来るのが遅かったりしますね。細長いホテルですね。
これは昨日行った大浴場ですね。こっちがレストラン。あ、すごい。次にご案内いたします。はい。ありがとうございます。とても素敵な空間で。こんな感じでチョイスしました。大阪のイサキらしいです、うん、あんまり食べたことないですけど、ね、サラダがねフレッシュで、しかもなんか大阪産のものもね使ってるみたいなんで、ご飯も大阪産のものみたいです。こう地元のねやつを使ったりするようなやつで、とても美味しそうです。ではいただきます。味噌汁ではなく肉水というやつです、うん、あ、初めて正直知ったんですけど、多分大阪のやつだと思うんですけど、うん、ちょっと食べてみます。おいしい。卵料理もやっぱすごい美味しいですね。フレンチトーストもねあってすごい美味しそうだったんですけど、食べれるかな。外資系は相変わらずねテンションが上がるようなものが多くて嬉しいですね。ではちょっとここでゆっくりいただきます。はい、うん、デザートでちょっとフレンチトーストの豆乳もあったんで、あのメイプルシロップ、メイプルシロップの横にね小籠包用のなんかこうソース、醤油っぽいソースがあって、それ間違ってかけそうになったんですけど危なかったちゃんとありました、ね、メイプルシロップ。今日もですね、まあ、2時までねあの滞在することできるんですけど、ゴールドであればあのちょっと今日は残念ながら用事がありまして、今からですねもうチェックアウトしないといけないです。なので、まあ、ちょっとねあの荷造りもほぼあのしたので、はい、今からですねこちらのコートヤードチェックアウトあの しようかと思います。チェックアウトでお願いします。出てきました。まあ、これをね、まあ、16回続けばまあねあの多分一泊一泊で泊まるって、まあ、気になるところあるのであれば、ね、それでもいいと思うんですけども、まあ、一気にこうね連泊してどっかに思い切ってそれで一気に獲得するっていうのが個人的にはね、まあ、これは航空の、ね、あの修行と同じですけど、そっちの方がいいのかなというふうに思いました。皆さんもよかったらチャレンジしてみてはどうでしょうか。まあ、私はちょっと今回あの狙ってみようかと思うんで、よかったらね応援していただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またおすすめのマリオット系列のホテルがあるのであれば、集合におすすめのホテルがあるのであればコメント欄で教えていただければ嬉しいです。それでは。